メンズバッタ。メンズバッタ。今日はバレンタインデーが近いということで、まあ、2国間のバレンタインについてちょっと話していきます。ヨーロッパのバレンタインってどんな感じなんですか？まあ、ヨーロッパは男性からアプローチが期待されてて、なんか物を渡すとしたらやっぱり男性の方からプレゼントとかは期待されてる。じゃあまあ、日本だと、まあ、これ見てる人はもちろんわかると思うんですけど、女性から、まあ、男性にチョコを渡すっていう。すごい。逆ですね。まあ、真逆という感じですね。うん、はい。学生の頃はそれなんかとても面白いゲームになっちゃうんだけど、うん、何かを渡すといえばやっぱりバレンタインカードです。告白が書いてあるバレンタインカードです、うん、まあ、告白じゃなくてもなんか君がとても大切な人ですみたい なんか優しい言葉書いてあるカードを自分でも作ったりする自分でも作ったりして、クラスメートに見られないようにどっかカバンとかに入れたりして恋人に読んでもらいます。日本の場合は、まあ、日本の場合はもうすごいシンプルで、まあ、女性が男性にチョコレートを渡す、まあ、もちろん告白の意味も込めてのチョコレートを渡す。あとは何礼儀としてとか、うん、会社とか友達友チョコとか言うんですけど、とりあえずその、まあ、要はクオリティがそんな高くないチョコは友達に、うん、ハイクオリティなチョコは好きな人に、なるほどね、っていうのを女性が男性にやるって感じがもうほぼほぼメインですね。 90% 以上はそれだと思うんですね。すごい、うん、で大人になったらなんかプレゼントのクオリティも上がるし、プレゼント自体もちょっと変わる。カードなんて別にかなり無意味なものなになっちゃって、なんか花とかお酒、まあ、もっとなシャンペーンとかワインとか、あとチョコレートとかあげたりする、うん、だから要は学生の頃に渡すやつは基本的にはカードだけ で、大人になるといろんなものを渡しますってことでしょ、うんうん、そうですね、はい、まあ、日本はもう基本的にチョコだけ、うん、まあ、もちろんカードとかメッセージは書いてるよ。あ、うん、よかったまあでも俺はびっくりしたのはやっぱりホワイトデーがないっていうことやね。ありませんね、うん、ありませんね。それはじゃあ男性があげたら女性から返すことはもうないの？まあそれはなんか何もしない、何もあげない女性もいる、うん、じゃあ一方的にもらうってこと？そうですね、はい、なるほど。まあ、ちなみに僕たちはお互いにプレゼントを渡し合うというちょっと混ざった感じにしてますね、まあ、国際カップル、うん、っていう感じに。今年初めてだそうです。それをやるのがね、うん、はいはい、ホワイトはホワイトデーはどうする？ホワイトデーは面白いよ。面白い、うん、はい大丈夫だって渡すからね、もう、まあ、2回プレゼントあげることになっちゃうからねいいんじゃない。まあ、という感じで、まあ、2国間のバレンタインデーはそんな感じなんですけど、もし外国人と付き合いたいとかいう人はちょっと頭の片隅に入れておくと、まあ、いい話題になるかなと思いますので、ぜひ今日はこれで終わります。ありがとうございました。